皆さん、こんにちは。今日は2023年10月30日月曜日です。今日のテーマは、中国ですね、ものすごい海底ケーブル工事をやっていますので、そこはですね、盗聴装置、あるいは監視装置ですね、つけています。そして、この間動画でも話をしましたが、フィンランドですね、の天然ガス配管ですね、 破壊されました。犯人はやはり中国ですね。そして台湾軍の長官ですが、でも実はですね、中国のスパイなんです。これについても情報が多いので、少しずつ話をしたいと思います。1つ、10月27日、アメリカの消務部ですね。今年第3四半期の経済状況、経済成長、 4.9%成長ですよと発表しました。これはですね、多くの専門家とか、経済学者、投資機構、みんなびっくりしました。中国もですね、この間同じ数字を発表しましたが、みんな同じくびっくりしましたが、でもアメリカの方がみんな信用できると。中国の数字はみんな信用できないと。 原因はですね、アメリカの場合は個人消費が非常に良くて、小売業、また不動産、市場、政府の工事も関係あるでしょうし、非常にいいんですね。なので、アメリカでは予測がありますので、まあ、調査ですね。11月、アメリカでは利上げしない可能性は98%です。12月は利上げしない可能性は80%です。 アメリカの経済は少しずつ落ち着いてくるでしょうが、でも消費市場は非常に反映しています。次ですに、ね、フィリピン側の情報ですが、現在フィリピン政府ですね、準備しています。来年初め、ハーグ国際仲裁裁判所に提訴しようかと考えています。原因はですね、中国はフィリピンの EZ 水域に入ってくるんですよね。 そこで工事をするんですよ。まあ、どんな工事、作業がと言いますと、産後ですね、漁業もするんですよ。フィリピン側はいくら警告しても聞いてくれません。そして、フィリピンの漁船はですね、逆にそこでは漁業はできないんです。中国曰くですね、これは中国の領土ですよと言っています。そして、そこはですね、海の環境が破壊されていますし、 現在、フィリピンの当局ですね、国際法の専門家、最高裁判所、フィリピンの海岸警備隊とかですね、そういう部署の長官たちが集めて、あの、討論しています。フィリピンの海岸警備隊ですね、e z c テでの活動は実に困難です。原因はですね、中国側は、まあ、海上民兵と言いますので、 そこにはいるんですね。なので、軍人かどうか、民間人かどうか、区別はできないんですよ。民兵ですね。でも、そこで、産後ですね、取ってるんですよ。形の良くない産後ですね、取って、世界観をですね、一つの材料ですね、作ってるんですよ。まあ、建設材料と言いますが、形の良い産後ですね、取って、まあ、記念品とか、芸術品ですね、作ってるんですよ。まあ、作って それは商品ですから売るよという意味ですね。まだ一部のサンゴのことを官報役に使っているんですよね。これはですね、実は日本の方がすごい被害を受けているんですよね。赤いサンゴと言いますので、ものすごいですね、価値あるんですよ。中国の漁船ですね、そこにいてよく取るんですよ。また、フィリピンの鉄道局が発表しましたが、フィリピンと中国ですね、鉄道の建設工事について、 これ以上の話はもう中止ですと。これはですね、マルコス大統領の前ですね、ドテルテさん、大統領、元大統領ですが、中国との関係が、まあ、仲良く、良くてですね、仲良くしようとしたんですが、中国との付き合いをですね、強化しましたし、しかしですが、そこではですね、もう実は話できたんですよ。フィリミではですね、合計3分の高速鉄道をですね、建設しようかっていう計画がありました。 まあこれはですね、1本目、2本目、3本目ですが、まあ、結論と言いますと、フィリピンをですね、もう貫通するんですよね。長さは、ね、740キロです。3本合わせての長さですね。と、テルテさん政権の時代でしたが、中国政府との工事の話はですね、この工事しましょうっていう話はもう決めたんです。 ただしですね、当時は中国側にはですね、条件がありますので、中国が出資しますので、また中国が工事をします。ただし条件があってですね、その条件に対してフィリピン政府はなかなか同意してくれなかったんです。これで中国はですね、工事をずっと延期にしている状態です。しないわけではありません。ただしですね、どんな条件でしょうか、お互いはですね、公開しません。 ただしですね、通常ですと、普通に思うとですね、まあ、鉄道ですから、駅とかですので、中国の会社がですね、そこで作って、またこれからも運営していくんですよね。ただ、例えばですね、70年間とか、90年間とか、99年間とかですね、まで来るので、と思われます。現在、フィリピン政府は、 中国以外の国と、えー、話をしてですね、融資しようかと、工事をですね、やはり作りたい、進めていきたいというような様子ですね。なので、日本の可能性は大ですね。ただしですね、中国の専門家も言いますが、この工事はあんまり期待しない方がいいですね。やはりですね、200キロぐらいの工事ですと、鉄道ですね、あの、 高速鉄道といえば、やはり新幹線ですね。作っても、あんまり価値はないではないかという意味ではありますので、収益ですね。あるいは、回収するには、まだ、まだすごい時間はかかるでしょうし、やはり、距離が長い方がいいんですよ。200キロですと、まあ、そこまで価値ないのではないかという話もありますので、どうでしょうかと思いますが。また、アメリカのレーガンという空母ですね。フィリピンの港、マニラ港を訪問します。 米軍は発表しました。アメリカはフィリピンの同盟国であって、今回は同盟国としてマ、まあ、ニラ港を訪問します。フィリピンの安全を支持するし、EZ 地域の安全を支持します。つまりフィリピンの主張を支持します。それに関してフィリピンの新タンフは言いました。今年2回目の訪問であって、 ウクライナ戦争あるし、イスラエルの問題もあるし、アメリカは忙しいんですね。それでもアメリカはしっかり南シナ海のことを見ていますよっていう話もありました。次です。3国家安全保障会議報道官カービーさんですね。アメリカのカービーさん言いましたが、ロシアの部隊はすごい台風の状態なんですよ。ウクライナの東側でかなり損失を受けました。ロシア軍はですね、 命令に従わない兵士をですね、処分あるいは消していくんですよ。まあ、ロシアはですね、ドネツク地域に向けて侵攻しました。これからですね、真冬となる前に、までにですね、戦線を前に進みたいですね。しかしですが、その侵攻は順調ではなかったんです。125両の装甲車は損失したし、兵士は数千名犠牲です。またロシア軍はですね、人海戦術で、 前に進むんですね。しかし、士気が低下しています。兵士はやはり前に行きたくないんですよ。なので、戦場から逃げる人が多いんですね。ロシアの指導官、指揮官ですね、話をしました。もしですね、このチームには一人が逃げたらですね、そのチームを消すぞという発言もありました。また、フランスは発表しました。ウクラナに防空システム。 砲弾、弾薬、対戦車、ロケット砲ですね。どなど、合計1.5億アメリカドル分の武器を供与しますよと。これに関して、ゼレンスキ大統領は感謝しますと言いましたし、またこれからはもうすぐ冬となりますので、ロシアはですね、まだウクフラナのインフラ施設を破壊するでしょうし、これから空襲に備えますと言いました。 そして、スロバキアの話ですが、この間動画で話をしましたが、スロバキアの専門家はですね、指摘しました。ウクラナはですね、スロバキアの支援を求めているわけではありません。ただしですね、新しい首相ですね、スロバキアの首相、フェツホ首相ですが、フィツホ首相ですね、今後、ウクラナに対して武器、 大学の提供はしないんですでも人道的な支援はするとは思っていますこの発言はですねあるいはこの政策は問題はないんですこれはですね新しい政権である方向社会民主主義党は選挙で 処理したわけですから、この方針はですね、国民が選んだわけですから、問題ではありません。当時ですね、選挙に参加した時にはっきり発言しましたし、私は大統領となってですね、えー、僕らに対する軍事支援をやめますよと、これで当選したわけですから、問題はありません。ただしですね、今後は大変です。スロバキア政府はやはり変わりましたので、 今までですね、スロバキアはウクーラナに提供したものですね。ミク29戦闘機、そして携帯式防空ミサイル、またウクーラナの戦場で使った武器のメンテナンスですね、してきましたし、またスロバキアはソ連の時代の武器ですね、そういうものの部品を作って提供しましたし、今まで約6.8億 ドルドル、アメリカドルドンの支援をしていましたし、今後ですね、軍事支援をやめるわけですから、他の国はスロバキアの代わりになると、えー、期待します。そういう話もありました。なので、スロバキアはあくまでですね、国民の民意の、えー、状況の中で、えー、決めたわけですから、大統領がですね、最初は支援しますと言って、その後、まあ変わったわけではありません。という説明ではありますが。 次です。四。欧州の議会があるレポートを公開しました。中国の会社である、華海通信という会社がありますので、この会社はですね、欧州の海底ケーブルの工事を大半やってるんですよ。工事をするし、海底ケーブルの材料ですね、も提供するし、中国の会社は通信の情報を把握できるし、もし有事の時ですね、欧州諸国は まあ遮断されると一緒し、通信で,ですね、できなくなってしまう可能性がありますよっていう計画があったんですよ。また、海底ケーブルですから、NATO 側の軍艦とか、欧州諸国の軍艦とか、あるいは港の状況も監視できるんですよと。この会社はですね、2009年から2022年、海底ケーブルですね、欧州側で11本作ったんですよ。更新工事もしましたし、 これらの海底ケーブルはですね、欧州の軍事基地から近いんですね。特にフランス、ポルトガル、キプロスにあるイギリスの海軍基地もですね、工事あるんですよ。この会社の社長さんはですね、債さんであって、元人民解放軍ですね。まあ、ファビびと同じですね。また、海底ケーブルの工事をするだけではありませんので、 海をですね、監視するシステムもやってるわけですから、これはとても危険ですよと。つまり、アメリカも欧州も中国に監視されている状態ですよと。っていう警告ですね、ありました。今年ですね、6月でしたが、沖縄近海の光ファイバーですね、海底ケーブルと同じですが、中国はですね、工事して、そこにはですね、 セット、まあ、中国製のですね、まあ、登装置ですね、実はあるんですよ、と、アメリカバカはですね、指摘していますので、これはですね、実によくある話であって、例えば、中国のですね、あの、ウィイトか、ZT とかですね、そういう会社が作っている、まあ、製品ではありますが、例えば、ネットのですね、あの、ルーターとかですね、あるいは、そういう基地とかですね、あの、 まあ、通信、通信ですね。記事局もそうですし、中国製のものが非常に多いんですよ、実は。なので、これはですね、裏ルートがあるんですよ。みんなですね、何を見てるのか、通信ですね、何を送ってるのか、あの、実はですね、把握されています。そして、フェンランド岡間の情報ですが、フェンランドとエストニアの間にある天然ガスの配管ですね、この間、損傷したんですよ、という話があったんですが、その続きですね、 損傷した、そのガス配管の近くにですね、中国の船、えー、NNPB という船ですね。これは、えー、ニューニューですね。あの、シンシンですね。新しい新しい北極クマという船の名前ですが、この船で船でですね、の怒りがあったんですよ。見つけたんですよ。重さ6トンもあるんですね。ええその情報ですが、まあ、当時ですね、フィナンドは発表しましたが、中国の船はですね、この近くにいたんですよ。 そしてスピードをですね、落としていました。通行しました。現在の情報ですが、そこはですね、怒りを下ろしたんですよ、実は。ただしですね、完全に下ろしたわけではありません。ちょうどいいところに、まあ、下ろしてですね、海底で引っ張っていたんですよ。引っ張って、えー、いたんですね。これで、手然ガす配管が損傷しました。そして、損傷して修復するには5ヶ月間かかるんです。 なので、フィンランドは今年の冬ですね、のす料金はさらに高騰するでしょう。フィンランド当局はですね、中国の船と連絡しようとしましたが、返事はない状態です。次です。5。バイデンさんとアルバニージーさんですね、共同声明があったんですよ。太平洋の中に中部にあるですね、キロパスという国のことを支援しましょうと。また港を建設しましょうと。 空港の建設、また工事の工事もしてあげましょうと。原因はですね、中国は現在、キロパス、東極に接近して、中国都局ですね、支援しますよ、工事の話をしているからですと、という話がありました。キロパスですが、国土は35の島があって、人口はわずか12万人ですね。ハワイから約2000キロです。オーストラリア、東ー州などから非常に近いですね。 キロパス政府は政権によってですね、政権によって中国政府との使いはですね、全然違います。つまり中国とキロパスの不安定な状況ではありますので、例えば1980年国交を交わしました。しかし2003年断交したんですよ。しかし2019年まだ国交をですね、再開しました。中国政府はですね、現在支援しますし、工事をしてあげるよっていうことで、 永遠にですね、キロパス政府のことを牽制しようと考えています。ただし、この間ですね、石田石郎主力労働のフォーラムには参加しませんでした。これはですね、まだ引き続き注目したいと思います。次です。6、台湾の最高裁についてですが、元台湾の空軍の将官さんですね、将校、劉さんですね。 リュウさんは有罪判決されました。懲役20年間。プラス1670万台湾ニュードルえ募集されました。罪はですね、スパイです。中国当局に台湾軍の情報を提供しました。まあ、お金と換金しましたね。リュウさんは2013年中国大陸ですね、特降して商売しました。中国の工作員に狙われて買収されました。リュウさんは台湾で 自脈ありますので、元台湾軍の長官ですから、えー、自脈をあって、自分の元部下をですね、指導して、スパイ活動をしてもらいました。台湾軍の情報を収集して、中国の工作員に提供しました。また、からですね、何もない会社を作って、大陸からのお金を受け取って、そのお金をですね、自分の部下、あるいは協力者に支給したりもありました。リュウさんはですね、現役の 台湾軍の長官たちを買収して、スパイ活動してもらったんですね。現在、リュウさん以外にですね、6名の長官は逮捕、されて、有罪判決は6ヶ月間もあるし、それからですね、20年間の人もいるんですよ。台湾の国防長官ですね、発表しました。この数年間ですね、中国当局は力を出して、台湾の軍事情報をものすごい収集しています。 また引退した軍の長官たちを買収して、現役の長官にスパイ活動してもらっています。台湾軍の高級官僚もいるし、普通の長官もいるし、兵士まで浸透されています。台湾政府としては警戒しているし、対応していきますよという話がありました。これはですね、非常に難しいんですよね。台湾の一部の方にすればですね、これは 当然ですが、国民にすればですね、これは自分の国を裏切ったとか言いますけれども、ただしですね、こういう人たちにすれば、まあ国を統一することをやってるわけですから、別に裏切るものではないと、いう主張ではあるんですよね。まだ、これはお金だけではないんですよ、実は。やはりですね、 これからもし統一されたら中国と台湾ですね、一つのとなって、これからまた昇進できるし、例えば市長とかですね、なれますので、こういう狙いもあるんですよ、実は。なのでですね、これは非常に難しいんですよね。これがですね、私も知ってるんですけれども、台湾の方ですね、大体軍参加しますので、どうしてもまあ軍のつながりがあるんですよね。で、中国に大陸来てですね、大体中国政府に 商品をですね、提供するんですよ。なので、台湾の方は中国で商売は本当にしやすいんですね。普通に会社を作って外国から、例えばですね、ワインとかウィスキーとかですね、輸入して、中国の官僚に、あの、官僚はですね、買ってくるんですよ。実は、福利厚生として買ってくるんですよ。なので、台湾の会社ですね、社長さんは実はやりやすいんですよ。なので、実は買収されます。情報も提供します。そういう流れではありますが。 7、10月27日、アメリカのインド太平洋司令部が公開しましたが、10月24日でした、中国の J11 という戦闘機ですね、ものすごい急接近してきました。アメリカのですね B52 戦略爆撃機がですね、南シナ海の領空で、国際領空ですから、そこに飛んでいたんですよ。でも非常に危なかったんですよ。中国のですね、の戦闘機は、 爆撃機の周りで不規則の飛行をしていましたし、また最近ですね、直近は3メーターまで近づけてきましたし、本当に怖かったんですよと批判しました。また当時ですね、夜でしたし、とても危なかったんですよと、という批判しました。このようなことはですね、東シナ海でもよく起きています。それは2021年の秋から今までですね、今はもう100、 80回以上ですね、このようなことは起きていますよと、米軍側は発表しました。これからもですね、アメリカは負けずに国際領空で引き続き飛行しますよっていう発表の内容もありましたが、これはですね、アメリカと中国の関係はですね、ちょっと緊張している関係ではあると思いますが、中国はですね、負けない、アメリカも引かないという状態ですね。 2001年4月1日でしたが、中国の J8 という戦闘機ですね。当時、アメリカは海軍 EP3 という偵察機ですね。中国のですね、南シナ海と言いますが、海南島の周辺ですね、衝突事故があったんですよ。J8 ですね、戦闘機のパイロットのとですね、そこはもう失踪しました。その後は亡くなったんですよ、と発表されて、 アメリカ、米軍のですね、手続きは海南島で緊急着陸しました。中国で11日間ですね、身柄確保されたんですよ。そういう事件はあったんです。なので、中央はですね、今回はもうぶつかってもいいよっていう姿勢で向かっていくんですよ。 最近ですね、中国ではこの事件の、あるいはこのことをですね、ものすごい宣伝しています。このパイロットさんですね、素晴らしい人ですよ、国民の英雄ですよ、永遠の英雄ですよと言います。このパイロットさんのですね、お子さんもそうですし、息子さんいたんですね。今はもう中国のですね、もう雲の学校に入るんです。これから、 父さんのよよよううに軍人ととなりますすいう話もあるんですよそれがですねやはり愛国主義の宣伝でもありますしこれを見てですね中国の,あの愛国者ですね特にパイロットをですねやはりこういうふうにしましょうという人が出てくるんですよ次です8僕クフラナの情報ですがークフラナのですねパイロットチームはアメリカのアリトナ州で米軍のですね F16 戦闘機の訓練を受けています 数ヶ月間の訓練ですが、訓練を終えてから、オランダとデンマークから F-16 戦闘機を供、まあ、与してくれますよと、ウクラナ側の国防省が発表しました。また、ウクラナではですね、平和という会議があってですね、10月28日、10月29日に開催されます。G7 諸国とカタール、南アフリカ、インド、トルコ代表を派遣して、 マルタへ集まります。そこで会議します。またブラジル、チリとかですね、そういう国はオンラインで開催します。参加します。しかしですね、中国は参加しませんよと発表しました。これに関して、ゼレンスキ大統領は発表しました。非常に残念です。ウクライナとしては中国の支持が大事だよと思っています。プーチンさんは中国の行くとを聞くと、 思っています。そういう話はあったんですよね。やはり、これはですね、本音ではないと思いますよ。こういうふうに言ったら、習近平が喜ぶって分かって言ってると思うんですよ。またですね、10月26日、大木はですね、アメリカへ移動して、27日、ブリンケンさんと会談しました。会談の内容はですね、お互いは良かったですと言います。これから両国は責任を持って、高級官僚同士たちの会話、通話、 連絡ルートをですね、再開しますと決めたんですまだまだですね、米国は中国軍の長官、軍同士の長官たちのホットラインの再開を期待していますが、しかしですね、中国はまだですね、国防長官がいてない状態なんです。去年8月でしたが、ペロシ議長さんは台湾を訪問して、 両国の軍側のですね、ホットライン、中国側は来たんですよ。もう連絡しないっていうことですが、でもアメリカにすればですね、こういう緊張的な雰囲気ですから、中国ですね、ものすごい向かってくるし、でもジモラは引かないし、やはり軍同士の交流で大事ですよねと、ホットライン設置したんですし、でも中国は一方的にこのホットラインですね、来たわけですから、アメリカはすごい焦っていました。 まだですね、これからは再開するかどうかわかりませんが、でも中国にはですね国、国防長官が登場するまでには難しいと思います。またですね、ギーとバイデンさんですね、会談もありました。これはですね、写真見てほしいんですが、習近平の真似をしましたね。当時ブリンケンさんですね、北京を訪問して、ギーもいましたし、ブリンケンさんは座って習近平はですね、 自分は先生です。ブリンケンさんは小学生のような感じですね。指導、教育したっていうようなイメージですね。この写真はですね、アメリカではものすごい宣伝されていますので、すごいみんな悪い、バイデンさんが弱いっていうふうに指摘されました。今回はですね、逆です。大きいは座っていました。バイデンさんはここに座っていました。つまり、同じことをですね、やっていました。次です。9。台湾からの情報ですが、2024年、 台湾の国防の予算ですね。4405億台湾ニュートルですね。約135億アメリカドルですが、去年より6%の増加です。これは連続2年間の増加ですが、まずは潜水化の制度ですね。39億台湾ニュートル、約1.2億アメリカドルですね。まだ、 1> 3 1二百221機の無人飛行機を購入します。また、無人飛行機をですね、撃墜するシステム26機を購入します。最近ですね、中国の戦闘機もそうですし、軍艦ですね、の挑発は続いています。10月27日、人民解放軍の飛行機は35機と、と軍艦15隻、台湾の周辺で活動していました。 うち中国の、えー、戦闘機ですね、23機、台湾海峡の中間線を越えていました。まだ無人飛行機1機ですが、台湾のことをですね、一瞬にしたという発表ですね、ありました。なので今後ですね、こういう挑発的な行動ですね、どんどん増えてくるというふうに思いますが、台湾側はですね、やはり自分を強くしないといけないと,というような今の雰囲気でもありますが。 またですね、情報収集して皆さんに報告したと思います。この動画はここまでにしたと思います。最後、犬ボタンをお願いいたします。ありがとうございました。